これ割り切ってです。これ割り切ってです。あんなのにき、ゴールラブ山本アンナの真夜中ラボ。この番組はイコールラブ山本アンナを甘やかしながらもリスナーさんにちょっぴり成長を期待してもらうラジオ界初の見守り番組です。最初はこのコーナーからです。マヨラボ助っ人陣調査。マヨラボ助っ人陣調査、それは山本アンナが番組の MC としてゲストをおもてなしする企画です。ただ通常のおもてなしではなく、ボックスにいろいろなお題を入れておりますので、そのお題に沿ってゲストの魅力を引き出していただきます。果たして山本アンナはゲストをしっかりおもてなしできるのでしょうか。リスナーの皆さん、ゲストの方、温かく見守ってください。それでは早速ゲストの方をお呼びしましょう。今回のゲストさんは、株式会社これ割り切ってですから、デザイナーの池村夏美さんです。この前ですね、駅のホームで、すごい、ちょっとだけなんですけど、なんか、踊ってる方いるなって思ってたんですよ。で、なんかそれがちょっと反射みたいな、鏡っぽいところで、なんか反射して見えた、鏡だったのか、まあそれがなんか真っ黒なところで、それが反射して見えたのかわかんないんですけど、なんかすごい動作、手の動きをなんかしてる子がいるなって、してる方いるなって思って、なんか踊ってるって思って、その反射を見ながら見てたら、ん？なんか知ってる。え？誰？と思ったら、メンバーの滝脇翔子でした。イコールラブ、山本アンナの真夜中ラボ。皆さんこんばんは。火曜の夜いかがお過ごしでしょうか。イコールラブリーダーの山本アンナです。さあ、ということで今日はなんか、まあめっちゃがっつり踊ってたわけじゃないんですけど、駅でメンバーの翔子が踊ってたっていうのを見ました。はい、目撃してしまいました。私はびっくりしましたね。そう、まあね、ツアーの前だったのでね、練習をしていたのでしょうけども、駅でちょっとだけ踊るのはやめてもらってもいいですかね本当に笑っちゃって、えと思って。そう、まあでも隣に多分リサとかもいたんですけど、多分翔子、わかんない、リサ踊ってたのかわかんない、見えなかったんですけど、多分あれは翔子だったと思いますはい、さあ、ということでこの番組はイコールラブ山本アンナを甘やかしながらもリスナーさんにちょっぴり成長を期待してもらうラジオ界初の見守り番組です。そして番組では実況ツイートをお待ちしております。すべてカタカナでマヨラボ、ハッシュタグをつけて見守ってください。今週の真夜中ラボもぜひ最後までお付き合いください。ピンポンパンポーン、マヨラボのお時間をお知らせいたします。イコールラブ山本アンナの真夜中ラボ。
最初はこのコーナーからです。マヨラボ助っ人陣調査。マヨラボ助っ人陣調査、それは山本アンナが番組の MC としてゲストをおもてなしする企画です。ただ通常のおもてなしではなく、ボックスにいろいろなお題を入れておりますので、そのお題に沿ってゲストの魅力を引き出していただきます。果たして山本アンナはゲストをしっかりおもてなしできるのでしょうか。リスナーの皆さん、ゲストの方、温かく見守ってください。それでは早速ゲストの方をお呼びしましょう。はい、ありがとうございます。1から5入ってますんで、はい、これをちょっと引いてもらって、やりますんで、よろしくお願いします。はい、ゲストさんに、はい、それでは早速ゲストの方をお呼びしましょう。今回のゲストさんは、株式会社これはリキッドですから、デザイナーの池村松美さんです。待って、こんばんは。なんでおるん、待って、なんでおるん、待って、なんでおるん、どうしたん。いやびっくりびっくりびっくり、どうしたんどうしたん、え、やっほー、やっほー、やっほー、え、嘘、ええ台本どれ、もう台本こっちですか。ちょっと待って、私待ってください。これはドッキリです。待って、本当だ、これはリキッドです、これはドッキリです。デザイナーではなくの、池村松美さんではなく、STU48 さんから今村美月ちゃんです。やばい、びっくりした、めっちゃびっくりした。史上最強にびっくりした。嬉しい、よかった。え、なんかスタッフさんもおかしいなと思ったの、うん、すっごいそわそわしてって、なんかね、いつものそのゲストさん来てくださる時とまた違うなって思って、うん、でも今回なんかデザイナーさんって言われてたから、うん、そうだから、まあその何、表に出られてるというかさ、芸能の方ではないからかなって思ってて、うん、え、びっくり、すっごいプロフィールの写真まで用意してあんの。本当、やばくない。次の台本、もう一個の台本、まあ、はい、ということで、はい、ということで、改めましてゲストは、STU48 さんのみちこと今村みつきちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとみちのプロフィールを紹介させてもらいますね。お願いします。はい、今村みつきさんといえば広島県出身で、現在 STU48 の2代目キャプテンということで、10代の頃からも活躍されていますが、広島出身でグループのキャプテンということで、私も共通することが多いので、いろいろと聞いていきたいと思います。さあ、みちは、2000年2月19日生まれの21歳、はい、広島県出身で大型の158センチですね。そんな細かく書いてある、特技は8歳から歌とダンスを習っていて、書道が9段、好きな食べ物は八朔大福、うん、ということですね。はい、いやー、ちょっと私本当にびっくりしすぎてさ、うん、やばい、嬉しい、嬉しい、なんかね、すごいドキドキしとったよ自分も、うん、なんかあんちゃんって、うん、真面目じゃないですか、うん、なんかやっぱそのデザイナーさんのこととかも調べたりするんじゃないかな、うん、調べた。そしたら一個も出てこないし、これはリキッドですっていう会社も出てこないの、だから、うん、本当にびっくりした。あ、でもなんか立ち上げたばっかかなとか思って、そう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 、スルしてたの、はい、そう、びっくりした、よかった、よかった、本当に。いや、今日はね、じゃあ早速ですが、ここからはゲストさんをおもてなしするためのボックストークをしていきたいと思います、うん、さあ、では今みっちゅの目の前に5枚の紙ある、うん、そう、います、5枚の紙があるので、ちょっとこの中からね、はい、1枚ちょっと時間が許す限りやっていこうと思うので、オッケー、一旦引いてもらおうかな。オッケー、引きます。1,2,3,4,5、じゃあ引いてください、みちゅ。はい、これ、はい、じゃん、なんだなんだ、お、1番、お、1番、じゃあ、お、もうめっちゃ真面目ですよこれ。今村さんから見た STU48 はどんなグループですか。STU48、 うん、でも STU48 は、うん、瀬戸内を拠点に活動してる、うんうんうん、国内6番目の、うんうん、
48グループ姉妹グループなんですけど、うんうん、なんかその拠点地も、うん、あのいつもはさ秋葉原とか、うん、なんか栄とか、うんうんうん、なんか一つのとこに限定してたものが、うんうんうん、私たちは7軒だったりとか、うんうんうん、なんか劇場が船の中だったり、うんうんうん、なんかアーティスト写真も、うん、もう一グループだけバックが海なんですよ。そうだったね。そう、なんかそれだから、うんうん、なんか新しいことにいつもいつも挑戦させていただけてて、うん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 、すごく嬉しいし、うん、なんかそのアーティスト写真の背景効果もあってか、うん、ちょっとなんか爽やかっていうか、そうだね、そう、なんか素朴な清楚な感じの、うん、めっちゃ清楚グループかなって思います。さすがキャプテン。いやそうキャプテン、そうだよね。私もさ広島県出身で、うんうん、多分てか今さ私とみちのさ関係性を知らない方も多分結構いるよね。うん、私たち何歳から出会ったんだろう。自分はでも8歳、8歳か、うん、私は10歳ぐらいかな、うんうん、8歳と10歳で同じスクールに通ってて、うん、ずっと同じグループにいて、うん、だよね。そうそうそう、やばくない、エモいよね。もう10年以上の仲なんだよ。そうよね、その時から知ってくれとる人はもうさ、ね、これ聞いてね、うん、泣いちゃうよね。え、待って、本当に嬉しい。今みちがいることがすごい嬉しいんだけど、だってまさかさいると思わないじゃん東京に。そうそうそう。だって言ってなかったもんね、うん、こっちにいることすら、うん、全然知らなかった。だっていつぶり会ったの。え、いつぶりじゃろ。だってさ武道館でさ、うん、バトンをさ、あ、そうそう、受け継ぐみたいな、受け継ぐってなってさ、うん、そこでね、なんかエモいツイート打ち出してたら、そうそう、あれ結構さ指原さんがいいねしてくれた。嬉しかった。だってさ、私さその後に武道館ありがとうございましたってツイートしたやつより、うん、そのバトン受け取りに来ましたの方がいいねす多いの。だからみちありがとうってすごいね、いやいや思いましたよ本当に。嬉しい。そうそう、うんうん、じゃあちょっともう一個聞いていこうかな。はい、2つ目番号を引いてください。今の話をしたら、うん、この番号を引きたいんだけど。確かに、もう引きたい。あるかな。あった。ね、探したでしょ。いいよ、はい、行きます。はい、3番。ですよね。え、3番。2021年日本武道館のコンサートの話。はい、ということで。もうね、シナリオが今出来上がってましたけど。うん、1月15。そうだね。16、17。そうだね。そう。ST48 は1月15日に武道館でコンサートさせていただいて。うんうんうん、で、その後にね。うん、そうね、私たちが16、17とやらせていただいて、うん、どうだった武道館って聞いた時。いや、もう信じられなかった。いや、ね、最初はほんまに、え、今の私たちで立っていいのかなっていう気持ちとか、本当にそれ、本当にそれ。そうすごい、なんかもうやばいよね、うん、もうなんかいいんですかっていうのと嬉しいっていう気持ち、そうそう、うん、でも不安もちょっとあるしさ、うんうん、ね、でもあの私見てたのよ、 STU さんの配信をちょっと見させてもらってて、うんうん、ありがとう。もうみちゅが最初から一人で、そうそうそう、みたいな、今考えても鳥肌立つもん。本当に、うん、そう、びっくりした。私もすごかった。演出家さんがね、うん、もう今村一人で歌えみたいな。素晴らしい。いやいや、そんな大舞台でね、うん、びっくりしましたけど、でもなんか終わってからもそんなに、うんうんうん、日本武道館に立ったんだって、うんうんうん、後から実感してくるというか、うん、写真とか、うん、場所の立ってるとこを客観的に見て、なんか最初本当に立ってる時はそこが武道館っていう感じがあんまりしなかったというか、なんか久しぶりの有観客で大きいホールのライブだったから、なんかそっちの喜びの方が勝って、なんかあんまり緊張せず楽しみだけで突っ走った。すごいよだって感じ。武道館一発目であの歌を響かせられるのはマジさすがっすわ。いやいや違う、でもね、なんか、ゲネの時は、めっちゃ音外して、うん、危なかったんよ。そうだった？そう、急遽なんか、うん、そう、最初なんか、クリックじゃなくて、うんうん、クリックの時に音がなくて、うんうんうん、そう、最初の音程がわからなくてから、うんうん、その、ゲネで失敗したけん、本番前に、ちょっと入れてくださいって言って、急いで入れてもらって、そう、イヤモニで聞いてとかしたんですけど、うんうんうん、でも、イコールラブさんね、2日連続とかだったもんね。うん、そうだね、なんか一応ツアーのファイナルだったんよね、うんうん、武道館が。うん、でもなんか初日はやっぱ初日として武道館初日っていう気持ちと、2日目はなんか武道館でファイナルっていう気持ちでまたなんか違ったんだけど、なんかすごいね、なんだろうね、まあでもこうメンバーと一緒に立てる喜びとかがすごかったかな。国旗がなんか上にありながら踊ってるとかさ、あの私たちのその武道館が終わってさ、あのもう衣装
から私服に着替えてる時に、うんうん、なんかモニターで、うん、もうイコールラブさんのものになっていくんよ。なんか青いハートがいっぱいあったところからピンクになる、ピンクってなってきて、うんうん、なんかあ、明日はあんちゃんが立つんだなって。そう。写真送ったもんね、その時、うんうん、送ってくれた送ってくれた。そう。そうね、嬉しい。なんか結成もさ、うんうん、同じぐらいだったじゃないですか、グループとして。ちょっと先輩だぐらいだったね、うん、そう、うんうん、だからね、なんかそうね、同じところからなんか違うフィールドで、ね、そうやってるのが嬉しいね、本当に嬉しい、うん、いや、いい日本武道館のコンサートでしたね、お互いね、はい、また立ちたいです ね。さあ続いて、じゃあまた弾いてもらおうかな、うん、はい、もう見ない、もう見ない OK 、はい、はい、これ、はい、はい、何番かな、2番、お、リーダーロン、おいい流れだね、やばい、いい流れさあ、みちゅはね、うん、STU さんのキャプテンということで、うん、で、私がイコールラブのリーダーということで、うん、まあ、ちょっとキャプテンとリーダーっていう言い方はね、まあ違うんだけど、うん、グループをまとめる立場として、はい、キャプテンになってこう見えた景色とか、うん、キャプテンになる前とは変わったこととかある、うん、でも、うん、そんなにないかも、うん、なんか、まあ、もともとあのライブ前のエンジンとかは任せられてたとかやってたりしたから、うんうん、まあ、そういうこともあり、うんうん、なんかそんなに変わったっていうことはないんですけど、ね、でも周りからは変わったって言われること多くて、うん、なんか、まあ、でももともと引っ張っていくような人じゃなく、うんうん、ないけん、なんか前に出ていく人じゃないから、うん、なんか大丈夫ですかねっていう心配とかもすごくあったんですけど、うん、その STU に兼任してくださってる岡田奈々さん、うん、AKB48 の奈々さんに、あのそのままのみちゅう、あ、奈々さんから推薦していただいて、そうなったから、その今のみちゅうを選んだから、そのままの姿で、あのリーダーキャプテンをしてくれればいいんだよって言っていただいて、そう、自分はなんか自分から前に出てみんなを引っ張っていくっていうよりは、なんか同じ目線というか、みちはそのイメージがある、そうそうそう、なんかあんまついてこいっていうタイプじゃないじゃん、そうできなかったら多分、でもそれでいいんだよって言ってくれて、うんうん、でメンバーもうみんなしっかりしてるんですよ、あ、そうなの、そう、みんなしっかりしとるけん、さすが、だからなんか自分にね、うん、なんかね、そう引っ張っていかんでも、いや、みちのキャプテンが私もすごいいいと思う、なんかさ、やっぱいろんなキャプテン像とかあるじゃん、うん、でもこうみちは多分隣に支えてくれるとか、結構後ろからさ、うん、見守るタイプだと思うから、うん、なんかすごい、なんだ、優しいお姉さんっていうイメージ、うん、なんかツイッターとかでさ、うん、後輩2期生さんとかと写真撮ってるみちとか見ると、なんか、うんうん、あ、いいお姉さんだなってめっちゃ思う本当先輩だなって思うから、うん、そういいなって思うな。いや、悩むことある？悩むこと、でも悩んでもしょうがないかっこいいえ、あんちゃんは？え、私、まあでももう最近あんま悩まんくなったかな、うん、でもさ、やっぱリーダーとかキャプテンってさ、うん、一番に発信しないといけないこととか多いじゃん、うん、なんか、なんだ、武道館立つ時もそうだしさ、うん、なんだ、スタッフさんに対してとかもだし、うん、ステージ上で挨拶とかもじゃ、うん、私毎回緊張すんの、うんうん、だからそういうのとかの方があるかも、うん、なんか緊張、リーダーとして、あ、そうなの、うん、求めるっていうよりかは、そのスクール時代も、うんうん、あんちゃんがリーダーをしてて、うんうん、そのグループに私もいたから、うんうんうん、なんかあんちゃんって本当についていきたくなるリーダーなんですよ優しいなんかね、うん、まあね、同じ目線にあんちゃんも立ってくれるし、うん、でも引っ張ってくれるとか引っ張ってくれるし、うん、すごい本当になんかかっこいい生き方、いやいや、生き様をされていらっしゃるので誰なのそう、やばい、いや、なんかいいなって思う、うん、そんなね、嬉しい、その時もさ、リーダーしててさ、うん、イコールラブさんに入ってもリーダーになってさ、うん、そう、その時も あんちゃんがリーダーでよかったって思うことたくさんあったから、うん、嬉しい、イコラブさんもいいなって思う、うん、あんちゃんがリーダーでいやいやいや、STU もリーダーやってくれどういう私が一応広島だしやばいやばい、もうグループの垣根を越えて交代してみる、イコラブ、見てイコラブやってもらって、いいんですか、お願いします、結構大変よそうなの、結構大変、大変、個性がちょっとね、あ、確かにね、してるんで、もう自由なんで、うちの子って、いや、 STU も、 もうめっちゃイコラブさん見て、ね、本当にそう、ずっと可愛い可愛い言ってる、嬉しい、でもうちもあのみちゅみちゅみんな言ってるんで、本当ですか言ってる言ってる、結構あのさ、うん、あのマイカ、うん、メンバーの佐々木マイカとか
ね、たまにいおりとかさ、うん、なんかとりあえずえみちゅわとか言うからすごい友達みたいなトーンですごいね言うからさ、うん、じゃあ続いて、はい、弾いてください。じゃあこれ、はい、えい、なんだ何番だ。4番。うん、レコーディングの話。レコーディングの話、急にレコーディングの話になりましたけど、どういうこと、どういうことやろうな。新曲出る時のレコーディングどうしてますか、うんうん、レコーディングのルーティーンとかある？レコーディングのルーティーン、なんかこの日は何かを食べますとか、飲み物は絶対これですとか。でも揚げ物は食べるようにしてる。わかる、超わかる。もう何でもコンビニ の、うん、あのレジ横とかでもいいけん、ホットスナックやろ。そうとりあえず気休めとしてさ食べるよね。喉に油をって、わかる。そう、でもなんだろう、飲み物は水ですか？水です。水か。なんかあるの？違う、メンバーの諸橋さなちゃんとか、うん、コーラとか言うの、絶対コーラとか。嘘、やばいよね、うん、なんかそういう子もたまにいる。悪そう。そう、逆に悪そうじゃん、うんうん、でもなんか喉が多分何シュワーってなる開くんかな爽やかになるのかな。そう、爽やかになるのか。いない、そういう子。いないかも。でも STU さんにはレコーディング中コーラ飲まないでほしい。面白いな。いないか。試してみれば今度ね。あのイコラブさんの曲聴きながら、うん、コーラ飲んでる、コーラ飲んでる声かって思いながら、サナだけなんですけど。面白い。そう。でもイコラブさんとかさ、うん、なんか STU 結構さ、うんうん、爽やかとか、うんうん、なんか寄った曲が多いけど、イコラブさんっていろんなジャンルの楽曲があるじゃないですか。じゃないですか。あるじゃないですか。そうです、どうですか。そうですね。なんかさ、うんうん、ね、うん、はっちゃけはっちゃけしなきゃっていう曲もあったりとか。今回アルバムの中で 24/7 っていう楽曲があって、うんうん、ちょっとなんだダンスナンバーってユニット曲なんだけど、うん、マジでアンの声ってこんな声じゃん、うん、確かにだけめっちゃ難しくて、かっこよく格好つけて、なんかラップっぽく歌うとこがあって、楽しみ。そう、それがね難しかった。あ、そう。でもみっちゅ、でもさ公演曲とかではさ結構さ、うん、やってない？手遅れ交渉もやってくれたりね、したし、そうだからちょっとねみちゅのラップとかもちょっと久々に聞きたい。だってみちゅラップうまいじゃん。うまいかな。うまいよ。やってたっけ。うん、やってた。あとハモリとか。うん、ハモリ。めっちゃ振りって。あっちゃんでしょ。どっちですか。一緒に？お互い？ね、どういうこと？なんだ。マジでおもろすぎ。ラップお願いしますって。私たちラッパーじゃないんですよ。対応力。対応力困るわ。何のラップ？自作ラップってこと？どういうこと？楽曲であるラップ。ラップないない。あのグリーンフラッシュを一回やったことあるぐらい。あ、じゃあちょっと一回そのラップ聞かせてもらえますか。うそ、カットしましょうか。本当に、うん、別れの日チクついたことくらい分かってたはずなのになぜ辛い。本当は好きだったんだろう。恋だって認めなかったフィールド。すごい。あーちゃんもお願いします。私ですか、うん、今がハッピーちゃんと言ってほしい。I'm hungry but I want you, I want you。 あ、はい、そこ好き。ウォンチュウォンチュウ、ウォンチュウォンチュウ、ありがとう。あんちゃんの声好き。それめっちゃ聞こえる。マジで、うん、そう、なんか私の声聞こえる時と聞こえない時のさめっちゃあるから。そう、聞こえる時どう見てもめっちゃ山本アンナでしょっていう、ね、でも山本アンナ節は結構あるよ。本当、うん、ちょっと封印しようとしてるんだけどできないんですよ。そうなの。謎がいいよ。謎のラップ対決みたいになってた。確かに。謎。いいな、ラップもあるね、ユキクラブさん。そう、あるね。いいね。最後、5番です。5番。5番は、セリフの覚え方。うん。ということで。まあ、今さ、だってみちゅ結構舞台とかさ、そうそう、やってたりして、すごいよね、一人っていうかさ、うん、結構主役というかさ、そうそう、主演で。主演やらせてもらったり。本当にすごいよ。どうだった？その、主演やらせていただいた時は、うんうん、東京でやった舞台なんですけど、うんうん、本当にもう1ヶ月以上前から入り浸り、うん、東京に入り浸って、うんうん、もう毎日稽古、うん、そうそうよ。あの稽古のオフの日に一緒に、ね、 ね、あのね、遊びに行ったよね、うん、遊びに行ったよね。ね、そんな感じで、もうみちゅも今舞台やってる。そう、今あの稽古中なんですよ。お、稽古中だから、だからこっちに、ね、そう、遊びに来れたの、ここに。あ、そうなの。忙しいのに本当にありがとう。いや、全然嬉しかった。ありがとう、うん、セプトそうなんだよね。セプトさん、うんうん、第10弾、そう、ボリューム10、ボリューム10、リアニメーション、うんうん、リユニオンリバイスっていう舞台があるんですけど、うんうんうん、これね、そのお財布忘れた時の前作なるほどの、あの
リバイバル版というか、はいはいはい、再演なんですけど、うんうんうん、そのリユニオンが前作の再演、うんうん、まあ、キャストさんが変わったりしてるから、うんうんうん、新しい感じのところもあるんですけど、うんうんうん、まあ、基本再演で、うんうん、リバイスっていうのがリユニオンで、うん、こういうことがあったんだけどみたいなセリフの、うんうん、そのこういうところがあったの部分を描いてる作品というか、うん、そう、すごい、なんか同じ作品で、うん、もう時間時系列も同じなんだけど、うんうん、視点が違うというか、うんうん、重きを置いてる、ストーリーの重きを置いてるところが違くて、うんうん、そう、どちらを見ても楽しめる、うん、より楽しめる、そう、舞台になってます。すごい、見に行きたいわ。来てほしい、ぜひ。行きたい、本当に。音楽やってる方とか、うんうん、歌い手さんとか、うん、そう、そういうなんか、そうだからね、うん、より楽しいよね。いい。いろんな風が吹いていく。なんかみちゅがいろんな世界になんか飛び込んでるみたいで本当にかっこいい。いや、人見知りやけんね。いや、もう人見知り。人見知り。人見知り。やけん。そう。いや、成長ですね。そうですね。うん、ぜひ皆さん見に行ってみてください。はい、お待ちしてます。じゃあ最後に、じゃあみちゅからファンの皆さんにちょっとね、このマヨラボって言うんですけど、うん、聞いてくださっている方に何か一言メッセージとかあればお願いしますね。マヨラボを聞いてくださってる皆さん、うん、はい、今日はあんちゃんの親友役として出演できて嬉しかったです。ありがとう、本当に。またね、うん、イコールラブさんと ST48 共演できるように頑張りますので、うん、ぜひ ST48 の楽曲とかも聞いていただけたら嬉しいです。これからもあんちゃんと、はい、私を、はい、蹴りが来てくださいとぜひ応援してください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあせっかくなのでね、うん、STU さんの曲なんか一曲紹介していただけたらなと思うのでお願いします。はい、それではお聴きください。最新シングルです。 STU48 で独り言で語るくらいなら。いつもとは違うFM 富士からお送りしてきました、イコールラブ山本アンナの真夜中ラボ。あっという間にお別れの時間になりました。さあみちゅ、番組に来てくれて本当に改めてありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。さあ今日どうでしたか？もう本当に怖かったんよ、うん、驚いてくれるかとか。いや、もう、うん、もう怖かった。私も緊張しとったんやけど、私も、うんうんうん、そう、久しぶりにあんちゃんに会えて嬉しかったですし、うんうん、そう、この関係性をね、うんうん、もっとみんなに、うん、皆さんに知っていただけることも嬉しいので、うん、またね、来れたらいいなって思いました。いつでも来てください。本当？もう全然いつでも。いや、もうかっこいいあんちゃん。なんで？うん、冠番組やもん。だっていやいやいや、お休みみたいな感じで来てください。あのティーカフェみたいな気持ちで来てください。あ、そうなの、休憩、休憩みたいな。ちょっとマヨラボに、マヨラボにお願いします。いや、呼んでいただけるように頑張ります。ありがとうございます。じゃあみちゅからお知らせがあればお願いします。はい、STU48 ラストシップツアー、ありがとう STU48 GO ツアーが5月22日、5月23日、広島港であります。配信もありますので、皆さんぜひご覧ください。詳しくは STU48 のホームページをご覧ください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして番組では私への質問、相談、言ってほしいセリフなど何でも大募集しています。labo@fmfuji.jp までメールをお送りください。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手はイコールラブ山本アンナと STU48 今村美月でした。ありがとうございました。ありがとうございました。